はい、どうもこんにちは、カーリーです。こんにちは。はい、おすそー、抹茶フラペチーノです。よいしょ、抹茶。皆さんご存知のエスコンフィールドの近くにですね、エスコンフィールドの近くっていうか同じ市内のところにですね、ダルマ寺というお寺があるんですけども、そちらにですね冬に行った時の動画と、その後雪が溶けてから行った時の動画2本くっつけてお届けいたします。なんで行こうかと思ったかっていう理由なんですけども、願いが叶うのりこチャンネルっていう、のりこチャンネルっていうのがあるんですけども、少しでもいいことがあるならとか、そういう感じでですね、よく見るんですけども、そののりこチャンネルでですね、ちょうどその日ですね、銭洗いをするといいよって言ってて、それと弁天様に会いに行くといいよって、で銭洗いもできたらしたらいいよって言ってて、どっちも叶うのってどこだろうって思った時にそちらが出てきたので、ダルマ寺っていうところに行ってまいりました。で、行く前に調べたら、なんとなんかちょっとテーマパークっぽいっていう記事を見てですね、テーマパークのお寺と思って、で昔札幌の方だったかな、苫小牧の方だったか忘れちゃったんですけど、どっちかにあるお寺でですね、すんごい大きい、なんだっけ、大仏様が寺の中にあってですね、うわすごいってなったんです。しかもガラス張りなの。なんかそういううわってなるやつ好きだから、行ってこようと思って母と冬は一緒に行きました。はい、まあさすがにね、雪積もってたりとかしてよく分からなかったんですよ。まあ、楽しかったんだけどね。はい、というわけで、まあ、全貌を見に最近行ってきたっていう感じでですね、そちらの動画になります。なんて言ったらいいかな、場所的には北広島の三六線沿いじゃなくて、エスコンフィールドの方面の方のパークゴルフ場の横その辺に行ってきましたよっていうお話です。はい、ぜひ皆さんも、すっごい楽しかったから、まだね開拓してるとことかがあって、まだ全部じゃないっぽいんですね。なので全部できたらね、楽しみ、また行きたいなって感じです。しかもなんかカフェがあるらしいんですね、中に。ちょうどね冬の期間でやってなかったのかな、どうなんだかわかんないんですけど、そこにまだ行けてないので、ぜひ行った方、よかったよとかどうだったよとか教えてくださいね。エスコンフィールドに来た方とか、ちょうどレンタカー して千歳から札幌方面に向かう方とか、ぜひ通り道っていうわけじゃないけどね、ちょっと物珍しさに行ってみてはどうでしょうかっていう感じですね。でね、なんか北海道では珍しいんですけども、そこにですね、地獄の閻魔大王がですねいるんですね。はい、なんか威圧感がすごかったです。はい、うわーってなりました。はい、招き猫とかもあって、それもね威圧感、めちゃくちゃ怖かったんだけど、はい、何かを見透かされてるような、そんな怖さがありました。そしてですね、そこのお寺ですね、珍しいんですけども、嘘供養もやってまして、なんか人には言えない、こんな嘘をついてしまったよっていうのを供養する場所でもありますので、ぜひ行ってみてください。あとだるまとかもね、いっぱい供養箱に入ってて、すごいそれもそれで怖いしはい、いろいろうわってなることがいっぱいあったので、それをちょっと動画として声入れながらお届けしていきます。はい、そろそろ出発しますか。はい、では皆さん
ご覧あれ。おお、ここから他のお寺とは違った感じの風景ですよね。なんかすごいね。はい、はい、これですね、ポストだらけ。そしてこうおじさんじゃない、お地蔵さんがですね、ずらーっと並んでいてですね、で冬だったので雪がすごい積もっていて前に進めなかったので、チケットを借りました。せんべいをもらいました。今から雪かきします。はい、雪かきしております。はい、よいしょよいしょと。はい、もう雪かきのプロですからね、北海道民は。本当さすがにね、お寺の雪かきをする日が来るとは思いませんでしたね。はい、もう雪かきしてでも銭洗いしたいっていうあれですね。ちょっとですね、あの掘る道を間違ったみたいでですね、木の横のところに来てしまってですね、ここは絶対道じゃないぞって感じなんですけども、それ以外のとこもうちょっと積もりすぎてて行けなかったので、しょうがなくここを最短ルートとして掘ることにしました。ちょっと木に当たっていてってなってるんですけども、はい、絶対道じゃないですね。この日は母と来てるんですけども、声聞いてお分かりの通り、本当ドラえもんみたいな声なんですね。はい、本人にも言ったことがあります。いいお母さんの声って信代さんみたいだよねって。今の若い子は知らないかもしれないですけども、はい、昔のドラえもんの声、はい、そっくりです。カゴがですね、近くにいなくて、あれあれって探してたんですね。こんなに雪の中に漏れてました。はい、だったかな、その前の日だったかな、結構降ったんですかね。まあ、冬に銭洗いしに来る人も、まあ、なかなかいないのかもしれないんですけども、はい、あったかい、あったかい、とね、あったかいお湯が出てるんですよ。温泉ほどではないですけどもね、ちょっとぬるま湯ぐらいな感じですかね。またあそこにも郵便ポストがあります。で、こっち側がこんな感じです。ここもね、もうね、全然雪解けた時の風景が違うので、ぜひ後ほど映りますので、お楽しみ。小銭をその中に入れて、あれなんかな、ジャバジャバすればいいのかな。ジャバジャバしたらダメですね。はい、お銭を入れて、3回お湯をかけてください。少な銭洗いの日なのに、小銭118円かな、少ない。はい、はい、お清められました。もう一つあるお財布から出した分ですね、それを銭洗いしてきました。すごいね、こんな感じです。こちらですね、ボケ封じ祈願の、お賽銭入れなんですけども、なんとですね、目の前に結構雪が積もっていてですね、ちょっと投げ入れるしかできなくてですね、はい、投げ入れました。はい、バチ当たりですね。はい、で、母が投げた時は黄色い屋根の上に乗っかりました。何してんの、はい、
すごいペイペイ祈願をしたんですけども、ペイペイ、ごけんませむようにって言っちゃって、もう何言ってんのかっていう感じですね。はい、家族全員ボケませむようにとお願いいたしました。いっぱいいっぱいいてびっくりした。あれお焚き上げらしいです。え、鯉の餌が売ってたよあっちに。うん、あ、すごい、やだ、すごいんだけど、ちょっと待って、これいいね、マスク。コイネさん、出ます。よいしょ。撫でるのこれ。パワーアップ。よいしょよいしょ。すごいね。あら、すごいだるま。だれ全部。こちらですね。皆さんが持ってきてくれただるまを飾ってるそうです。で、ここですね、一番入りたかったんですけど入れないかったです。はい、でこちらがですね、雪が溶けた状態でございます。これは七福神の数だけ。こちらですね、先ほど入れなかったところですね、冬の間は入れないみたいです。はい、なんかこんなのあった。奥にですね、ポストから舌がベローンと出ております。そちらが即用のあれです。ちょっとですね、威圧感があって近寄れなかったので違う方から先に回りたいと思います。地蔵さんいっぱいいたんだ。すごい、なんとここにもいました。実は見えますか、あそこにもいました。熊がそこにいます。あ、こちらのクマさんですね。はい、雪に埋もれていたので全然見えなかったですけど、あんな感じでした。以前屋根に母がお金を乗っけました。あ、ほらほら、ワン様がいますね。お子様です。ひなかぼこされてるんですか。足なんでピーンってなってんだろう。七人いる多分。見つけよね。すごい。雪が降ってて来れなかった方向へ来ております。良縁観音だって。川に溶ける。おみくじも引き、恋愛みくじも引きました。すごい怖いんですけども、はい、すごい怖い。ありました、なんか嫌な感じがするの。奥に閻魔様がめちゃくちゃ大きい顔、かない顔しています。行ってみたいなって思った人、チャンネル登録、高評価お願いします。うどん天才もお願いします。はい、
で、こちらのチャンネル登録されてない方はチャンネル登録してください。黒いボタンのね、チャンネル登録って書いてるとこポチってしたら、あのチャンネル登録になりますので、ぜひお願いいたします。はい、では皆さん、バイビー。